お腹の肉を取りたい、痩せたい、そう思っている方の多くは頑張りすぎなんです。メニューの回数や秒数は運動が苦手な人ほど少ない方がいいんです。少なかったら効かないし、運動時間短いじゃん、カロリーも消費しないじゃん、そう思ったあなた、時間が伸びれば伸びるほど体は楽をしよう、長持ちさせようっていう意識が働くので、運動が苦手な人ほど短時間で終わらせた方がいいんです。筋肉疲労が残りにくい。今回はお腹を引っ込めるための新腹筋、お腹の奥、インナーマッスルをメインとした腹筋メニューになってます。1種目20秒呼吸としたら2呼吸を意識して行ってもらいます。腹筋の際は腰と首を痛めやすいので、まずはその2つをストレッチしてからやっていきます。まずは寝た状態で膝を抱えましょう。これでキープです。できれば体を起こして、首疲れる人は寝ましょう。まずは腰を伸ばしていきましょう。うつ伏せの状態でしっかり上を向きましょう。首の後ろを縮めて前を伸ばします。スタート。これだけでも結構首つらいですよね。ここでさらにもう一つ、口でうってやってください。そうすると首の前が伸びます。OK。それではデッドバグメドレーに入っていきます。少しずつお腹の奥を使っていくので、マイペースでやってください。呼吸はできれば長く吐きましょう。20秒キープなので、目安としては9秒吐いて1秒です。そういったイメージです。息は止めなければ一応 OK。 まずは寝た状態から、体が起こせる人はこれからのメニュー全部起こしてください。辛い人は寝たままでいいです。まずは足を10秒伸ばしたら入れ替えます。いきましょう。スタート。息はずっと吐きます。長く吐いて、体をできるだけ起こして、辛い人は腰を床つけて寝ましょう。入れ替えて、オッケー。今ので手をつけます。右足伸ばしたら左手を万歳、反対の手は体を起こします。辛い人は寝たまま。いきましょう。スタート。10秒後に手を入れ替えます。できるだけ起きて、息なく吐いて、はい、反対、手足しっかり遠くに伸ばして、オッケー。だいぶ体幹が意識できると思います。今度は体を起こして、手は真上、これで20秒キープ。息長く吐きます。いきましょう。スタート。手を真上に伸ばして、遠くに伸ばすイメージ。辛くなったら途中で休憩して、奥に効く。今度は腹斜筋を使っていきます。手足伸ばした状態で曲げてる足を手で持ちます。反対の手は上、体を斜めにします。いきましょう。スタート。途中で手足切り替えます。膝抱えて、入れ替えて、体しっかり入れて、オッケー。ラスト、座った状態から膝を開いて、ゆっくり寝ながら腰が床についたら万歳。最後いきましょう。息止めないように、いきます。あと、
わー、いったI'm sorry.